ルン君、ポンちゃん。久しぶりにですね、この、猫危険防止用柵、これがようやく完成を見ました。どういうことかというとですね、いろいろこれを使って止めてみたり、しましたが、ここに見えるでしょうか。ちょっとアップにしますよ。ピントはピンと言ってください。ピントが合わないよ。あ、そうか、手で、はいよ。あ、ダメなの。あ、マニュアルになってる。ちょっとカメラの方の操作にまだ慣れておりません。オートフォーカスにどこでするんだっけ。これか。あ、違う。あ、そうか。すいません。カメラに不慣れなので、これですね。これと、この、フック状になっているもの、これを自作しました。ちょっといろんなパーツを組み合わせて作ったんですけどね。これ、また広角側にして、ここを押します。外れます。あれ、ちょっと片手じゃ難しい。もう一回やりますよ。左側を押す、右側が開く、両方を一度に押す、噛む。この状態ですね。もう一度、左側を押す、開く。そして、両方を一遍に押す、離す。ちょっとピントがおかしなことになってますが、どうでしょう？なぜピントが合わないんでしょうか？そっちの問題よりも、こんな感じですね。マニュアルフォーカス、あ、オートになりました。今触るだけでできました。この状態です。これに関してですね、あ、もう一個のカメラが読んでる。いろいろありますが、これに関して説明するとですね、この蝶つがいじゃない、フックですね、フックの部分、これを、考案したのは、この紆余曲折、いろんなことをやってはダメ、やってはダメの中から、なんとなくこれがいいかなということで発案できました。これはいわゆる科学ではなくて、民間療法などに使われる時のバータリ的なやつですね。でも非常によくですね、うまいこといくわけです。これちょっと待って、これを数値として、この角度ね、や、このフックの形状などからですね、科学的に何かができた場合は、どなたか商品化してください。これとてもいいですよ。もう一回見せましょうか。はい、開いた。はい、閉じた。閉じた後は、猫の力では、大体ダメでしょうと。これはまあ、この、
ゴムで止めてるせいもあるんですけどね。以上、商品開発部でした。おっちゃん、おっちゃん、気持ちいいくなって眠いんですね、おっちゃん。これから生放送が始まります。今日は土曜日、ポンちゃんも気持ちよさそうに。今朝ですね、そういえば雨が結構激しく降っていたようなんですが、寝ていて気づかず、で朝起きて、しばらくしたら止んでいました。ちょうどですね、今日はあの歯医者に行く日になっていてですね、自転車で行けないじゃんって思っていましたが、ちょうどいい感じに上がってですね、気持ちよく歯医者に行って治療してきました。ちょっと痛かったです。かっこいいジョーク。